こんにちは、スピリチュアルヒーラー川島貴子の今日も話そうじゃないよ、自由に話そう。本日もよろしくお願いします。もうね、ドタバタなんですよ今日。もうこれでね、ちょっと Facebook ライブやろうと思ったんですけど、設定間に合いませんでした。そしてこっちも間に合いませんでした。なので今日はなしです。はい、では、番組中にね、ツイッターの方からメッセージをお待ちしております。アズパン FM です。あ、アットマークつけてください。アットマン、あ、アットマークじゃない、もうめちゃめちゃアットマークのアズパン FM、 こちらまでお待ちしております。はい、そして画面に流れるんだっけ、あれのやつ。はい、もうね、マスクなしです。皆さんどうですかね、マスクなしで行動してますか。はい、コロナ対策、今ね画面上出てますけれどもね、この中もきちんと消毒 の機械も設置してありますし、換気もしてありますので、マスクなしです。はい、そして、番組の応援の会の募集のお知らせですね。すいません、私がギリギリまでドタバタなことやってたので、お聞きしてもらっていいですか。はい、鳥小屋ズリ FM のこの番組が好きという方に朗報です。番組応援の会に入会することで、スタッフルームからの見学やテレビ電話出演など、あなたもいて番組に参加することができます。今日なんかボロボロ。詳しくはホームページよりお待ちしております。もうね、もうじき3年目に入るっつうのに全然初心者と変わらない私、いいのかなこんなんで。すいません、よろしくお願いします。ではまずですね、いつもだったら先週の活動報告って言いながらご報告するんですけど、先週はですね、個人セッションをやってたんですが、イベントの方がなかったので、お話とするとですね、実は昨日春分の日、皆さんね、まあ、ネットとかでも出てたのは宇宙元旦の日っていうような言い方をされて、口に猫の毛が宇宙元旦の日なんて言われながら、結構ね、すごくいろいろなものがこう重なって最強の日ですよって言われて、皆さんいろんなところに行かれたと思うんですけれども、この春分の時のね、前後3日間、まあ、合わせて1週間ですね、この間に、まあ、ある意味やりだしたことと言った方がいいのかな、分かりやすい言葉だと、例えばね、ダイエットとかね、断捨離とか、それとかもたまりにたまってた書類を片付けるとか、全部私なんだけど、そういったことをねスタートすると、すごく今年1年それがねスムーズにことが進んでいくことになるという、ちょっと耳に入れましたので皆様にお知らせしたいと思います。宇宙元旦もね、なんていうのかな、どこから出てきたのかわかんないんだけど、春分の日と宇宙って全く別物だから本来は結びつかないんですけど、まあ、誰かがくっつけちゃったんですよね。でも決して悪い意味ではないので、新しいねスタートをするにはとてもいい日だったと思います。昨日ね、大宮の方の氷川神社さんの方に、ちょっとお参り兼ねて、行ってきたんですけれども、ものすごい人でした。もうね、道が進まないの、駐車場までのね、その交差点のところでこう待ってるんだけど、信号が変わったらね、1台行けるか行けないかぐらいの人なの。だからね、本当に向こうに2時を約束してたんだけど、結局、まあ、ナビがね、どういうわけか迷走しまして、高速道路の上をくる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 回らされて、全然大宮に到着できないという。で、結局到着したのは、3時半ぐらいだったかな。で、一緒に行ったメンバーの、もう一方もね、同じようにっていうかちょっと違うの、一緒に行った彼女の方はナビを設定して、あ、着いたと思ったら、なんと東京の氷川神社さんでした。それで、あ、場所が違うって言って、それから移動してきたっていうことでね、思いっきり主催をしてくださった方をお待たせして、でしかもね、私と彼女は駐車場の中入ってるんだけど、主催の方駐車場の外で
電車でいらしたんでね、そこで待ってたんですね。で、今開いたよ、やっと入れるようになったよみたいな感じで教えてもらって入ってって、で止めた途端にね、隣にいたんですよ。そしたらここで喋り出しちゃってね、駐車場出るまでまた10分近くいろんなこと話しながらいたら、外で一人で待ちぼうけ食らってたっていうね、そういうことがあった一日でした。でもね、ちょうどね、時間をね、うまくこうずらしていただいたので、参拝する時もね、割とスムーズに、いろいろ中にいらっしゃるね、松社の方とか、いろいろ、神社さん、お宮の氷川神社さんのメインのところ以外の神様のところもみんな人払いをしていただいて、ゆっくりねお参りすることができて、で不思議に思ったな、これどういうことだろうと思うこともちゃんと上の方にね確認して、こういう意味だよっていうのを教えていただいたりとかね、とてもね充実した一日を過ごすことができました。ただ疲れました。家帰ってきたのは夜の12時だったので、でさっさと寝ろよって感じなんだけど、朝の6時半までね、テレビのねビデオの中のたまりにたまってたのを見始めちゃって、結局朝6時半に寝て、今日はねちょっと病院の通院があったので2時間半で今日ここにいるっていうね、すごいタフでしょ。でもね、一昨日はねずっと眠り続けてたの。夕方の5時から翌日の朝10時まで全く起きずに寝てたっていうね。私なんか寝だめできちゃうみたいでね、結構それでこううまくやってるみたいなんですけどね、本当はちゃんと起きた方がいいんですよ。はい、じゃあ今後の予定の方のお話ししていきたいと思います。もうねイベント尽くしなんですよ、今週末から。今週末の土曜日、神奈川県の橋本にあります、アリオ橋本の中の橋本ベースで行います橋本夢マルシェ、こちらねちょっといろいろあって、キャンセルが出たりとかしましたので、まだブース空いております。もし出てみたいっていう方は今でも十分間に合いますのでね、ご応募お待ちしております。そして翌日、なんとですね、翌日は千葉の方に行きます。アイルデマルシェという、鴨川で行われるんですけれども、ペットさんも一緒に来れるようなそういうマルシェなんですが、朝なんと10時なんですね、スタートが。こちらの方たち早いのかな、10時からね3時で終わっちゃうのね。でただ問題は神奈川の、私相模原ですから、そこから、10時ということは9時には入らなきゃいけないので、それまでに現地に到着できるかなっていうのがちょっと不安要素なんですね。一緒にねオーラ写真のマリコットさんも行くことになってるんですけれども、ちょっとね怪しい2人です。またねナビが勝手に暴走して全然違うとこ連れてかれないことを祈ってるんですが、ちょっとねここはね初めてなのでとっても楽しみです。オーラ写真のマリコットさんと、あとペットのね言葉をこう通訳してくれたりとかするソラハルさんがご一緒していただけるので、お近くの方、あるいはもうねちょっと観光兼ねてゆっくりのんびりしたいよっていう方、ぜひ来てください。楽しいイベントになると思います。なんだったらね2日間連続でもいいんですよ、橋本行ってから翌日ね千葉って。私たちと同じちょっとハードスケジュールだけど、そしてこのアイルデマルシェの方、屋内と屋外と両方ブースが出てるんですけど、私たち占いとかオーラ写真とかは、建物の中になります。一応ね丸ポチつけたんですよね、ブース16番っていう。でね15がマリコットさんだったかな、うん、ここら辺に私たち連なってます。なのでぜひ遊びに来ていただけたらと思います。はい、そしてね翌週ですね、翌週はなんと埼玉です。埼玉のスーパーアリーナで行われます、ミネラルマルシェさんと一緒にやりますね、ヒーリング、ヒーリングマーケット埼玉ヒーリングマーケットですね、こちらの方金土日と開催されます。こちらの方を、JJ が金土日出店で、ソラハルさんが多分土日だったかな。で私は今のところ土曜日だけなんですけれども、ちょっと調整がついたら金曜日も出ようかななんて思ってるんですが、なんせスーパーアリーナ遠いんです。またね
昨日と同じ状況になりそうなんで、体力が持つかっていうところで、今ちょっと要検討中です。はい。でね、こっからあとね、実際今回まだ情報出してないんですけど、この翌週だったかな、岡山行きます。そして1週空いて、その次が大阪。もうね、4月すごいですよ、私。全国飛び回ってます。ね、3月ね、サボりにサボってたので、その分4月に一気に来ちゃったって感じなんですが、平日は個人セッションの方をやっておりますので、ご希望がありましたらご連絡をください。そして、夢マルシェの方のね、募集の方のお知らせになります。名古屋夢マルシェ。そう、これもね、あっという間に来ちゃうんですよ。5月の20日ですね。名古屋の LDK 格納山というイベントスペースのところで行います。今回ね、名古屋、お申し込みがすごい多くて、あともう本当に数席しかないので、出てみたいなと思われる方は早めにご応募をお願いいたします。そして次がですね、新座はね、すごい、ブース数は限定なんですけれども、とてもお客様がいらっしゃる素晴らしい場所なので、6月17日ですね。もう6月だと今年半分過ぎるよね。めっちゃ早いんだけど、どうしよう。何もしてないうちに6月が来ちゃうんだけど、6月の17日ですね。11時から17時、アトリエのお名前言ってもちょっと分かりにくいんだけど、忍者夢マルシェで検索していただけたらわかるかと思います。そして、夢マルシェのご応募はこちらですね。あ、そうそうそう、ここに出てた。ドリームシェアアトリエというアトリエがメインなんだけど、なんて言うんだろう、一軒家カフェみたいな感じですね。ちょっと後で聞いてみよう。はい。とってもね、素敵なところです。で、夢マルシェに関してのお申し込みはこちらですね。こちらの QR コードだっけ ?UR コードだっけ?あ、QR だ。UR あれだね。家だね。ち ぎっちゃった。QR コード。はい。こちらからお申し込みをしていただければと思っております。はい。ということで、もう喋ること終わっちゃった。もうゲスト呼んじゃおっかな。今日はね、いっぱいゲストさんも話もりもりで聞いちゃおうかなと思っております。私よりね、喋るののプロですもんね。口回ってないな。プロですからね。はい。今日のゲストはこちらの方になります。じゃあもうね、素敵なね、この優しい雰囲気の、どっちを先、アナウンサーさんを先、フリーアナウンサー&ジュエリーデザイナーのミカさんに、で、合ってる？ちょっと違う。ちょっと違った？ごめんなさい。ミカさんです。どうぞお入りください。ちょっと間違えた？ジュエリーデザイナーではないんですあ、けど、デザイナーじゃなかった。間違えちゃった？フラワークリエイターって、あ、フラワークリエイター。間違えちゃった。肩書きを一応、今日、後ほどジュエリーをちょっと出すので、そっちだとばっかり思っちゃった。はい。新座のね、マルシェをやるきっかけになった、はい、美香さんです。いつもありがとうございます。うよちろのしプくロおに願させいいていたただしきまます。す。今度ね、千恵さんも出てくださるって言ってるんであ、す。そうなんですね。はい。おお、地元の千恵さんがやっようやく。と、体調が一応大丈夫であればっていうことなんですけど、一応話してあるので、お待ちしてまもう、す。千恵さんはもう出るよって言ったら、もうそれで OK ってことにしちゃってるので、はい。一応今度の埼玉の時にもう一回プッシュしていきますけれども、楽しみにはしてい、ます。タロットですね、はい、千恵さん。そうなんです。チェイさんはね、もうどこ行ってもね、大人気なんですよ。だからね、ぜひうちにもまたって言って、一度ね、京都の時に出てくださったんですけど、どうせなら、もうこの新座夢マルシェのきっかけになった人ですから、そっか。そう、チェイさんに受けて、で、どっかのカフェかな？で、受けて、で、そういうのがやれたらいいなと思ってっていうところから、あ、じゃあやりましょうか。受けてっていうのは川島先生が、いや、美私香さが、ん。そうそうそう。私が、そうそうそそうです。う。エステ行ってるエステのオーナーが、そこの常連さんみたいので、そうですね、そこで受けたんですね。
そう言ったのきっかけで。そう、それはきっかけでしたっけ。そうです。あ、もうじゃあやってみようかって言って1ヶ月後ぐらいにはもうやってたのかな、去年の。そうですね、早かったです早よかったね。です。で、川島先生の場合はもうなんかこの日やったらまた次々1年間分のもうスケジュール出していただいて もうね、スケジュールをこうパズルみたいに組んでいかないと、あちこちの、自分がやるのと、あとヒーリングマーケットとか心と体の癒しフェスティバルとかに出たりとかね、あとそれ以外のイベント、今回のアイル・デ・マルシェさんとかに声かけていただいたりとかして、それをこう組み込んでいくのにパズルみたいなんですよ。で、その間の空いてる日に、例えばチャリティーの占いやってみたりとか、で今年はそれ以外にお茶会とか、ちょっと何て言うのかな、まあお茶会と、あとは、実際新人の占い師さんを育てる講習会とか、そういうのをちょっとスタートしようと思ってるので、土日がねもうどんどん埋まってっちゃうんですわよ。かりますね。土日もう8回しかないですからそね。うなんですよ。で、意外とね、皆さんやっぱり平日は難しいっていうことだから、なかなか平日にこう入れられなくて、で土日をねこう年間分埋めていくと、あ、ないみたいな。わかります。もう6月に開催していただくの待ってる方いて、待ちきれなもうくて、もう川島嬉しい。先生呼ぼうかと思って、いや、どうしようかなって、呼ありぼうがとうごか、ざいイまベンす。トどうやるか、ももう 待ってます。う、もうね、本当に、もっとこう回数入れてもいいですけど、他がそうすると減らさないといけなくなっちゃうんで。そう、ただやっぱりね、コロナがこう明けてというかね、自由になってきてから、やっぱりイベントの方向性がみんな変わってきてしまってて、今までこうやらなきゃいけないっていうような感じでやってた場所が、意外となんかもう、あ、いらないのかなっていうような雰囲気になってきたりとかしてて、だからちょっと回数とかもちょっと入れ替えしながら、増えるところもあれば減らすところもあってみたいな感じにこれからなっていくのかなと思って、なんか他のイベントもなんかそういう感じで回数がこう減ってたりとか、例えば偶数月にやってたのが飛び飛びになったりとかっていうような、その不規則性になってきちゃったから、こっちがこう油断してると重なっちゃうんですよ。だからそれがね、ちょっとまだ読み切れなくて、コロナでこう見直しのそう時期ななんんでですすね。よ。で、それに合わせて自分のそういうイベントを入れようと思ってるから、ね、毎日がもう土日だったらいいのにと思うんですけど、やっぱそうもいかないので、でもニーズはね、本当に皆さん心待ちにしてて、出店者の方も出です店者か？あ、の方が嬉しい。もう毎回ね、いろんな方がいらしていただいいや、て、本当必ずこう新しい方がいらっしゃったりとね。かしてね、で、すごい楽しい。ニーズさんの特徴としては、滞在率が長いんです。あ、ああ、時そう。間が。みんな回りますよね。そうなんですよ。普通大体どこのイベントも、この先生って言って一箇所行って、で、まあスタンプラリーとかがあるから、もう一人ぐらいっていうのはよくあるんですけど、ニーズは不思議と、あの部屋の中のほぼ8割方受けてから皆さん帰るっていう。あれ、スタンプカードが何個で、あれでしたっけ、景品交換できるんで2したっ個け。ですあ、よ、う2ち個、は。あ、そうですね。もうあっという間に私、3回そぐうらいでもす。う なん交か換してね、もらって。他のとこは大体3個でとかなんだけど、3個だとちょっとハードル高いかなと思って、人数もね、すごいいっぱいいるわけじゃないから、それでうちはずっと2つにしちゃってるんですけど、そうすると1つもらったら、あ、もう1つ受けてっちゃおうかなっていうふうになるから、と思ってたら、もうみんななんかやって交換して、また持ってって、やって交換してっ何枚て。みたいなってことですそうで、なんかニーズの皆さんはそういうお客さんが多くて、なのでちょっと毎回ね、景品をね悩むんですよ。今までちょっとマスクとかね、こう柄がいろいろ違うのとか用意してたんですけど、ちょっともうマスクは人気がなくなっちゃったので、ちょっと違うものをね、ちょっと6月までにゲットしに行ってまいります。たくさんいただきましたよ。あたりにちょっとした小物が置いてあったり。そう、なんかもうなんかその人の、なんていうのかな、その時の、まあ、感性っていうのかな、によってこう選ぶものが違いすぎて、こちら側としても何を選ばれるかこう想像がつかないっていうか、だからもう本当にいろんなもん並べてみたいな。だから多分普通のマルシェってこう大体
テーマがごとに揃ってたりするんですけど、うん、特にヒーリングマーケットさんとかは、うん、あの例えば今回は御朱印帳とか今日はお守りとかそういう感じでなんかこうテーマがだいたい組んで、うんうんうん、あの主催の幸子さんが選ばれてるみたいなんですけど、うんうん、うちもしっちゃかめっちゃかなので、うん、お菓子も並んでればあの、ね、ちょっとバリの小物があったりとか、うんはい、で逆に日本の京都 の, あの油取り紙があったりとか、うん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 、もうそういう本当にあとバスボムかな、うんうん、とか並べてああもらいました、うん、もう全然あの統一性がないんですけど、うんうん、うんなんかその方がこうちょっとなんか選ぶがもうウキウキできるかな、うん、子供も結構来るから、うんうん、なんか子供が喜ぶようなものも結構ありますよ ね, そうですね一応なんかお菓子の比率が多いんですよ、うん、新座は、うんうん、なんかあの子供さんがこう来た時にまあなんて言うだろう小物とかねそういうのだけだとあんまり喜ばないから、うんうんうん、だからなと思った時にちょっと地方のお菓子とか、うんうんうん、そういうのを並べたりとか、うん、あとねあのカラフルなバスボムを並べてみたりとか、うん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 、そういうのでちょっと楽しんでもらえたらなと思いながら、うん、そうもうなんかねあそう写真全然見てないんですけど、はい、とてもね素敵なアトリエなんですよね。これもう外観からして素敵。私前から気になってたんですけどあの外のお花、うんうんうん、あれって誰が描いたんですか。あの近所に住んでらっしゃって、うん、あのちょっとあの関係ないですけどこれなんか荷物が置いてありますね、うん、そうそれ昨日私も気づいたので一瞬あの消せるやつあるじゃないですか、はい、写真で、はい、あれで消そうかなと思ったんですけどちょっと触って失敗するとあれだからと思って、うん、あこれいつ撮ったのかな工事中の時かもうなんかあれなんです ね, ねパパッと昨日選んできたのですごい綺麗だなって毎回ねあの思うんですけどそう近所の、ママ友さんなんですけど、うん、でも結構テレビとかに出てらっしゃったり、ちょっと練馬では有名な、うんうん、作家さんアーティスト、うん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 、で、イラストレーターの方なんですけど、うんうん、もう壁にこう描いたりするのはもうよくしてらっしゃったりじゃあもうフリーハンドって言ったら変だけどその方がそのまま描いてくださったってことですか、はい、でもそれまでにこう案を練ってで、うん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 、でやっぱりあの私が青が好き で,、うん、でデルフェニウムっていうお花が好きなんですけど、うん、でそれをちょっとメインに描いてほしいっていうので、うんうん、こうあの今 iPad でねあの、うん、イラストを描いてやり取りできるんですよね。実際こう見たいですね、うん、写真に重ね合わせて実際こう、ね、できるイメージが撮れるようにとか、うんうん、それでやり取りをして、うん、ちょっと大人っぽくと か,、うん、なんか青いバラを入れていただいて、うんなんかね新座はグリーンもその明るいパステルじゃなくて、うん、ちょっと深みのあるグリーンとか、うんうんうん、ブルーとかがなんとなくイメージカラーなんですよ。新座のこの場所がそうなんですか、うん、会場がなんかそんな感じがしてだからチラシとかもそういうのに合わせてお店のこの雰囲気に合わせて色を変えてるんですよ。それこのアトリエが青だからとかじゃなくて、うんうん、いやいやそれからもうこの青だし青だしっていうので、うん、で中のエネルギーもそういう感じだから青になってるんですか、うん、へこうちょっと落ち着きのあるそういうエネルギーがこううまく回ってるからじゃあチラシはそれでって言ったんですけど、うん、最初に仕上がってきたのピンクで来た時に私はちょっとこれ違うでしょって言ってで、ね、さっきチラッと見せましたけど、はい、あのグリーンのやつに変えて、はい、うん6月17日はグリーンカラーでまさにあの こういった私最近緑が多いんですよね。そうあのなんかこういうような雰囲気があってそれで、ね、作ったんですよ、はい、ありがとうございます。なんかねやっぱり会場によって、うん、あのなんとなくカラーってあるんですよ。うーん別にそこがそういう色になってるわけじゃないんだけど、うんうん、ここだったらあピンクだなとか、うんうんうん、ここだとちょっとオレンジがかってるものだなとか、うんうんうん、でこっちだったらあちょっと落ち着いたあのブルーの薄い感じのブルーだなとか、うんうんうん、でそれに合わせてだいたいチラシ作るんですけど、うーんちょっとあのね今あの盾先生にお願いしてやってるんですけど、はい、時々違うのが来るんですよ。盾先生チラシのデザインもされるんですか。そうなんです。あのただ普通のチラシってあまりお得意じゃないみたいで、うん、あの建築屋さんのチラシみたいなのが来るんですよ。不動産屋さんみたいな。そうなんですなので、うん、ちょっと違くないこれって言って、うんうんうん、あの私に結構ダメ出しされて今回のじゃあ盾先生ですか。そうなんです。あそれでカラーが最初違かったんで、もうちょっとこうトーンダウンしてるこういう色でしょって言って、うんうんうん、何回か
縫製を入れて、うん、でなんとかっていう、はい、感じで作ってるんですけど、はい、で実際ね建物の、中1階と、ね、これまだ何も最初の頃ですよ ね、 多分ね。そうです、あれも向こうに立ってる男の人は工事の人ですね。あ、なるほど。どの写真を持ってきたのか。でもお祝いのお花があったりだとか、はい、まだ、だからなんか本当に静かなイメージでね、まだ動きのない1階ですよ ね、 ですね、はい、で2階の写真がもっとすっきりしちゃって、うん、今ちょっとねいろいろ変わってきてたりするんですけど、もうちょっとなんか、チャペルっぽい雰囲気になりましたよね。チャペルにしたいです ね、 ね、絶対そこになると思うんですよ。光 の、 この入り方とか、はい、ちょっと意識して川島先生に言っていただいてから、1階でブライダルのパーティーやったじゃないですか、はい、で2階でもなんかできるよって聞いて、ちょっとプロジェクターを、はい、買ったりとか、他のところでちょっと使う予定があったんですけど、もうブライダル意識して、うんうん、2階でそれこそ人前式をやって、うん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 、で下でパーティーをやるって、ね、絶対できると思います。お、絶対できる、もうできると思います、信じて、はい、もうどんどん告知してね。はい、でちょっと動きがある写真をと思って、前回と前々回 の、 写真から、夢マルシェからちょっと撮ってみたんですけど、これが表ですね。もうみんなおちゃらけちゃってるんで、みんなここ車通り多いところですけど、みんな見てましたね、このそうそう、何が開催されるんだろうっていう。そう、こうね、実際イベントの時は旗を立てて、さっきのは本当に静かなイメージだったのが、こうやってエネルギーが入るとね、うんうんうん、そう、それでこれが表なんですけど、で次実際1階でね、占いやってる時もさっきこうなんかもう閑散としたようなイメージだったのが、うんうん、人が入ると本当にこういう感じで、うん、うん、なんかね、壁も特にまあ、空春さんとかのね、左、うんうん、入って左側かな、うんうんうん、はもう真っ白な壁で、うんうん、こうやって並べると全く違う顔があって、本当ですね、うん、同じ場所から右向いて左向いてみたいな。そうなんですよ、うんうん、実際ねこれを作っ編集してこれやってた時に、うんうん、あ、こんなにイメージ違うんだと思って、ね、うん、全然気づかなかったんですけど、うん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 、そう、動きがあるとこんなに変わるんだと思いながら、これ前回 の、 写真から撮ったんですけど、うん、はい、最初ね、一番左下の写真が真ん中に来ちゃって、写真のね頭だったんです一番大きい写真の4分の1が頭になっちゃったんで、ちょっと順番入れ替えたんですけど、そう、最初何か分かんなくて、何この、ね、何だろうこの肌色のと思ったら頭だったんです。なので申し訳ないですが、ちょっと左入れに下げさせていただきました。はい、で実際2階の写真ですね、左の2枚は前回ので、右の私のは前々回のものなんですけれども、全然ねもうカーテンとかもついたから、うん、本当イメージが変わって、うんうんうん、優しい雰囲気にね、あ、光がねここ結構入って、うんうん、レースのちゃんとしたカーテンをしてなくて、うんうん、レースだけにしてるんですけど、うん、それがねなんかこう柔らかい感じですよね、うん、すごくいい、うん、いいと思います。今度こう、なんていうの、さっきのアングルは一緒で、うん、光が入ってる時の写真とか1枚撮っておくといいかもしれない、うん、はい、うん、その方がブライダルとか、そうですね、イメージしやすいから。一回まだ私の手元に来てないんですけど、うんうん、建築の保存用にと兼ねて、うん、パンフレット用に写真をプロの方に撮ってもらったんですよ。それがすごいちょっとチラ見させてもらったんですけど、素敵、すごい良くて、うん、楽しみにしててください。もうそういうのどんどんね、うんうん、広めていかないと、はい、ただあんまり広まりすぎて私たちが使えなくなっちゃうと困るんですよね確保してるので大丈夫です。1年間ももう京都がやっぱりそういう感じで、最初私たちだけだったんですよ、うんうん、それこそホテルがオープンした半年後かなんかから、うん、マルシェを始めたので、うん、私たちしか使ってなかったんですけど、うん、このコロナ禍でね開けるって分かった頃から、うん、他のところが入りだしてでね予約今後なんていうこの間1回目やっているんですけど、うん、もう1回やろうと思ってた日にちが全部ダメ で、 うん、で会場が使えないので今どうしようかって悩み中なんです。ちょっとそれぐらいになるといいですね。そうなんですよ、なんかね、うん、そういうふうにこう、まあ、広まることはいいんだけど、うん、ちょっと使えなくなるのね大丈夫ちょっとねしっかりとそこだけ抑えて、そう、うん、ニーズは本当にね素敵なので、うん、なんか夢マルシェで使っていただいて、うんうん、そういうねなんかこう気のいい皆さんが
が入ってきていただくと、うんうん、なんかやっぱりあの建物自体も良くなる気がして、もうみんなパワーはすごいので ね、うん、ねパワーねすごいですよね、すごいですよ、もうみんなあのある意味圧が強すぎて、うん、あの配置間違うとお客さん誰も入ってこられなくなってもうイベントの次の日とかもなんかまだ残ってる気がします、絶対残ってます、うん、もうあのみんなのこの熱いねパワーがね、うんうんうん、そうだからそれによってこう人がね、うん、どんどん来てくれれば、そうですね、うん、すごくいいなと思いながら、うん、そう昨日、うん、大宮行って帰り、うん、あの最初高速乗ろうと思ったんですけど、うん、もう道が暗すぎて分かんないんで、うん、もういいやって言って下走ってたらいつの間にか新座についてて、寄ってください、あれここってと思いながら、うん、でもその時もう10時過ぎてたんでちょっとさすがにと思いながらまっすぐ帰ってたんですけど、うんうん、そっからは早かったんですよ、あもう何回も行ってるんで、うんうんうん、もう道がこう分かってるから、うん、そこからめちゃくちゃ早いんだけど、そこの前がやっぱり知らない道って時間かかるんです、うん、大泉インターとかからですかね、降りなん、ねよく分かんないうちに、うん、あの首都高に乗せられたんですよ、それで首都高をぐる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 回らされて、うんうん、それでなんていうのかな、ナビはまっすぐ行け、うん、でも左に大宮って書いてあったんですよ、うん、だこれまっすぐ行ったら絶対違う方に行くなって東北道とか書いてあったんで、これ絶対違うと思って関越のそっちの方で降りたので、うん、ちょっとねどこで降りたかがよく分かってないんですけど、関越ならそうかな、うん、混ぜてますからね、あそこ、そうなんです、うん、もうね、なんて言うんだろう、いつも新座行くとき下からね、うんうんうん、ずっと、うん、それこそどこだろう、四季とか、うん、あっちの方から行くんですけど、はい、今回大宮どうやって行ったらいいんだろうと思って波で検索したら、うん、あの首都高に乗れって言って、うん、で首都高に乗ったんですよ、うんうんうん、そしたらあの全く関係ないとこぐる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 させられて私一体いつまで首都高乗ってんだろうと思いながら苦手です、私もそうダメです、だからもうやっぱり、うん、あの今まで通り下から行けばよかったと思って、実際ね慣れるとね、うん、全然距離も感じない、それぐらいもう新座には慣れてるので、 うん、ありがとうございます。でね、さっき、ちょっと話したジュエリーも今回お写真もらってるので、うん、はい、これって、うん、このお花の部分とかそういうのは、うん、あのレジンとかそういうので作ってるんですか？そうです、花自体、うん、あの自分でこう、まあ、あの買ってきたものだったりお庭に咲いてるものだったり、うんうん、いろいろなんですけど、そこを乾燥させるところからあの自分たちとしていて、まあ、あの私の好きなあの壁の絵のモチーフになっている、うんうん、左上のがデルフェニウム、うん、であと真ん中のがクリスマスローズとか、はい、左が桜ですよね、うん、で下が蛇の皮、脱皮した蛇の皮、蛇だったんですね、私なんだろうこれと思ってて、蛇です、右上もそうですね、違う色の蛇の皮で、すごい、そう、生の皮って言い方変だけど、脱皮したその、うんうん、そのままの皮を使ってるってこと？そうですね、そこからちょっとだけあの乾燥剤が置い、うん、乾燥剤でちょっと、うんうん、しっかり乾燥させて、でももうほぼ乾燥してますよね、カリカリからまで、うん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 、でそれをあのいとこが、ペットで飼っているものなのですごく綺麗なんですよ、うん、野生の私がこういうヘビの皮で加工してるって聞いたら、うん、あのゴルフ場で落ちてたよとか持ってきてくれる人とかいるんですよねやっぱり野生だと、うん、あの傷ついてたりとかですよ、ね、臭かったりとかあるんですよ、うんうんうん、ジェジェさんも飼ってますよね、うん、ジェジェさんにあのヘビ欲しいって言ってるんですけど、ジェジェさんね、うん、昨日一昨日ぐらいかな、うん、20匹ぐらい生まれてるんですよ、うん、あ見ましたフェイスブックで、すごいでしょ、おーと思います、うん、でなんかそれを今週末の日曜日の、うんうん、なんかそういうあの爬虫類とかを売ってるイベントの方に出しに行くって言ってましたね、うん、そうなんですね、そうもうなんか可愛いでしょとかって言う、可愛くない可愛くないって言って、うん、そうすごいあのこんな塊で、あ一気に生まれるんですかね、みたいです、卵ですよね、いやあれ卵、お腹の中からな、あのなんかこの間、うんうん、YouTube じゃないんだけど、うん、あのそれこそ LINE とかの中の、うん、なんかこう ストーリーじゃないけどなんていうの、うん、ちょっとお話し物みたいなのが出てるところで見てたら、うん、ヘビの子供が生まれる瞬間やってたら、私も卵だと思ってたら、うん、
あのそのままヘビが生まれてきたんですよ。ヘビからヘビが哺乳類みたいに。そう、へ、ま、あの固まった状態で一個ずつポロンと出てきて、うん、で人あのそれこそ猫とか犬が生まれてくる時みたいにこういう膜に覆われてて、それを自分で破って出てきてました。でね、気の早いのはね、うん、生まれてきてる途中からもう出てきちゃってて、そうお母さんヘビ一生懸命産んでるのに、うん、本人もニョロニョロとか出てきて長くなっちゃって、そうだからヘビって卵じゃないんだ、卵じゃないんですね、多分だから違うのがいるんだと思う。で多分 JJ のところは、うん、あのそっち系だと思う。じゃないとあんなにいっぺんには生まれないと思うから。そうですよね、うん、私もこんなに一気にいっぺんに生まれたのかなと思って、だから多分お腹からこう、うんうんうん、ポンってそう、ジェジェ見てたらコメントください、抜け殻ください、そこの、あの どうやって生まれたのかがよくわからないからそうでもあんだけね、うん、ワンサがいるとは、うん、ちょうどなんか昨日もその話になって、うん、日曜日のヒーリングマーケットの打ち上げの時になんかそういう、こう日々の話ではないんだけど、うん、なんかそういう生まれるみたいな、なんかこう話をなんかしてたらしいんですよ。そしたら家帰ってきたら、うんうん、あれだけ生まれてたらしいです。へー、うん、でも孵化させるって結構技術がいるから、うん、ね、もうね、うん、いっぱいいるみたいですよ、ヘビ。そうなん、いやすごいと思いますよ。うちの、うん、あの北海道に住んでるいとこも、うんうん、あの孵化させたりとかするまでするんですけど、うんうん、でも爬虫類ってやっぱり育てるの気温とかも大変なので、うんうん、そこまでするのは結構大変で、動物園の飼育員さんにサポートしてもらってできるようになったりとかしてたので、ジュージェイさんすごいなと思います。なんかもうあれに、うん、あの収入源あれになってんじゃないかと思うぐらい白蛇ですもん、白、そう、白もいるし、あのそれ以外の子もいて、でなんかあの結構お値段高い子がいるみたいなんですよ。うん、もう1匹で10万とか20万とかするような子とか、もうだから最低でも数万円、うんうん、でそのなんか爬虫類店みたいなところにこう出すと、うん、もうみんな大元をたどっていくと、ほぼその種類は JJ のところから出てる子とかって言われるようになったとか言って、へえ、ブリーダーですね。そう、もう完璧な、うん、もうで、え、そんなにいっぱい買ってどうすんのって言ったら、うん、いや趣味を実益に変えないととかって昨日言われてだから趣味を実益に変えた方がいいよって言われたけど、うんうんうん、趣味で私ヘビ飼わないなと思って、うんうんうん、なんか保護猫とかやってんだからそれを、うんうん、あの実益に変えればいいんだよって言って、うんうんうん、いや猫は世話大変だから無理だよって言ってヘビだったらね、こういうね、うん、ケージの中にね入れとけるけど、うんうん、猫おとなしく入ってないから、うんうんうん、いやそれは無理だよって言ったら、いやそうじゃなくてって言って、うん、いろんななんかあの JJ のこの頭の中でアイデアが出て、こうやってこうやって YouTube アップすればいいんだよとか、うん、その段階で、でもうちの2匹こっちのやつはこういうことできないけど、こっちのやつはまあキャラ的にはいいけどそういうのやらないしなとか、うん、考えた、もうその段階でブロックがかかってるとかそれはあれなんですけど、 JJ さんの個人的な主観なのか、うん、見えてこう神様が降りてきて、多分 JJ の主観かな、うん、主観なんですね、うん、そういうのってあのどっからどっか、会社パイセン先生もそうなんですけど、うん、お話ししてて、うん、これはなんかあのどこまでが川島先生の人間、うん、人間としてたんですけど、うん、言葉でどっからかこう見えて言ってるのかなってのはすごいなんか不思議なんですけど、うん、なんか普通にこう喋ってても、うん、スッと入る時があって、うんうん、でなんか普通の喋りをしてる中に時々入ってみたいなパターンもあるし、うんうんうん、ずっとこうあの上からのを伝えてる時に、うん、あこの言葉じゃ多分意味通じないなってふっと思うと自分で変換したりとかっていう、うんうんうん、そのあこれっていうの分かるんですね。自分の考えか降って降りてきた言葉かっていうのは分かる、うんとね、あんまり意識してないので、うん、もうなんて言うんだろう、そのまんまもうなんて連なって喋っちゃってるみたいな。で明らかにここから先は違うなっていう話の時は、うん、もうここから私の話なんだけど、だから上とはちょっと違うんだけどねって言って話し出すみたいな、うんうん、不思議な感覚。なんか普通に、うんの人もなんか思いついてパッっていうこととか、あれとあれがつながってとかってあるじゃないですか。ああいうのとまた違うんですね。でも多分そういうのも上からのあのなんていうのかな、メッセージ的なものは受け取ってると思います、みんな。
特にひらめきとか、うん、そういうやつってどちらかというと、うん、上の世界のものの方が多いかな。おお、うん、じゃあ知らずのうちにつながっていることがあるってことですね。そう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 、うん、要は、うん、なんていうのかな、この人このままだと永遠に気づかないなと思うと、うんうん、ひらめきのスイッチが入るみたいな、うん、だから突然なんかあそうかこういうことかっていう感じで、うんうん、普通に皆さんも出てくるじゃないですか、うんうん、で例えば言葉の表現の仕方とかも、うん、あこれじゃわからないなと思うとふっとあ、うん、こういう意味かなみたいな感じで喋ったりとか、うんうん、そういうのはね多分上の世界の方たちのお力がうん、こうプッと、うん、それこそねどっかの CM みたいにスイッチポンとしたりやる気がスイッチ入ったみたいな、うん、そういうのと多分同じじゃないかなとは思うんですよね。不思議な、私もやっぱりそういうの好きなので、うん、結構意識したりするようにはなって、うん、さっきねお話ししていたその今の春節の時に、うん、こうダイエットするといいとか、うん、片付けるといいとかっていうのを聞いて、うん、あ3日前からダイエット始めたじゃんとかそうそうそう、でなんかラナンキュラス飾るといいんだよとか、うん、今日飾ったけどみたいなで今朝娘の服を整理したとか、うん、なんか知らずにやってることとかっていうのがマッチしたりするのがすごいあるんですね。ある意味ちょっとこう後ろからポンって押されたんだと思いますよ、うんうん、じゃないとこう、うん、ね別にこう、うん、そこがまあ例えば長いお休み、うん、夏休みみたいに、うんうん、こうお休みだからじゃあ一気にやろうとかっていうのと違うじゃないですか、うん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 、だからそういう時にこう特にまとめてポンポンポンっていうやろうと思うのは、うん、割と後ろからこうそういうのがあるんですね、やれっていう、私とかどっちかっていうとそういうの着ても、うん、もうずっと寝続けてグダグダしちゃうんでいや私はこうしたいみたいな、そうそしたら、うん、ちゃんとやりなさいっていうふうに昨日言われて、うん、でそれを実際、まあ、中のいくつか やろうと思ってることのやつを上に確認したら、うん、合ってるからやりなさいみたいな、うん、感じのメッセージを受け取ったりとかしたから、うん、まあなんていうのかな、この春分っていうのが、うん、なんていうのかな、割とこう気持ち的にも揺らいでしまう、なんていうのかな、不確かって言ったらちょっと違うんだけど、うん、自分の中でしっかりしてるようで、うん、意外とこう揺らされてしまう気持ちとかを、うん、だから自分で結論をして、うんうんうん、決断してやっていくっていうことがすごい重要視される習慣、うんうん、みたいなんですよ、うん、春のこううららみたいな、そう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 、だから、うん、安定してるようで安定してない1週間、うん、だから自分でもうきちんと決めて動く、うんうんうん、そうするとそれがまあやり始めた日から、まあ、1年間はそれがずっと生かされていくらしいんですよ、うんうん、じゃあこれっていうのを今やるべきなんですね。だからあと3日、うん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 、昨日は挟んで残り3日なので、うんうんうん、だから木金土と、うん、土曜日までかな、うん、あ違うか、水曜日か、火曜日だったから水木金だ、金曜日までの間ですね、明日明後日、まあ土日挟んでもいいと思うんですけど、いいんですか、うん、水木金、うん、今聞いた人たちきっと3日じゃ やりきれないっていうのあると思うから、うん、土日のねお休みも含めてこの5日間ぐらいで、結論してどんどん、だから先延ばしにしない方がいいみたいです。うん、うん、やろうと思ったことを、うんうん、なんて例えば明日やろう明後日やろう、うん、じゃなくて、うん、もう今日これはやろう、あでも本当まさに今日を、うんうん、私ずっとやろうと思っていた、うん、コーヒーの豆をひいてコーヒーを入れるってことをやろうと思って、買っていたんですよ、うん、コーヒーひく豆ひく機械とか、うんうん、ミルクのフォームを作るのとか、うん、でもずっと置いてあったんですよ、そしてアトリエのスタッフがやってくれたんですよね、うん、やろうと思ってたら、だからやっぱりそういうなんか一つの、うん、そういうなんかきっかけがないと人ってやらないから、うんうん、多分そういう意味で、うん、すごいなんか怖いぐらいなんかそうなるんだ。だからいや無意識に動かされてる人って結構いると思います。うんうん、で逆にこういうね話を聞いて、うんうん、あそうかじゃあやろうっていう人もいるだろうし、うんうん、で私とかもだから無意識に、うん、春分の前3日はやってたりとかすることがあったりとかして、うん。うんうん、
だからね、それこそね、ずっと乳がん検診に行こう行こうと思いながら、うん、コロナにかこつけて5年ぐらい行ってなかったんですよ。他は健康診断やってたんだけど、うん、どうしても乳がん検診だけがめんどくさくて、はい、で思ったんだけど、はい、いや行こうと思って、はい、月曜日の日、はい、もう朝一に行ってでやって、でその後整形外科に行って、うん、で整形外科の方でね、前そう新座の前回の時にひっくり返って仙骨を骨折してたんですよ。あらそうなんですよ。それでなおかつ昨日一日左の足も痛いしと思ってその話をして、うん、で見てもらったらそこの左側はそのまあ、転んだ時にちょっとヘルニアっぽくなって狭くなってきてるからって言われて、うんうんうん、でそんなの普段だったら絶対整形外科混むから行かないのに午後1に並んで行ったんですよ私、うんうん、前から2番目なんて考えられないぐらい早い時間にうん、うん、なんかねそれをねふっと思いついて動かされたんですよね。動かされたんですね、うん、今までだと絶対乳がんも行かないし、うん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 、そう、なかなかこう溜まってたいろんなもの、うんうんうん、書類 も、うん、もうまさにね今日ラジオがある前に、うん、もう朝一今日病院行ってそのまんまもうこっちに向かってきて、うん、でスカイツリーの方のね下のお店で、うん、ずっと書類書いてたんですよ。どれだけ溜めてんだよって感じだけどでもそれも多分今やらなかったら、うん、確実にもうそのまんま封印されてるものばっかり、うんうんうん、でも締め切りがね3月とかっていうの結構多いじゃないですか、うん、だからああこういうのもなんかふっとやらなきゃって思ったからスタートしたみたいな、うんうん、そういうのはなんか受けやすい人とか、うん、受けるためにはどうしたらいいとかなんかあるんですか。うん、受けやすい受けやすい人はどういう人とか、うん、メッセージをってこと、うん、なんかその通りにやっぱり受けたいじゃないですか。うん、うんうん、なんていうのかな、うん、割と、うん、どうな、なんて言ったら疑いなくっていうか、うん、全てのものを受け取るみたいな、うんうん、素直な感じの人は割と動かされてますね。私素直すぎて傷つくこと多いんですけど、いや大丈夫だと思いますこれからは大丈夫ですか、うん、もう、うん、ね、新座のあそこのアトリエもしっかりしてますし、うん、ちゃんとじゃあ今まで通り素直にやってればいい。そうそう、うん、でね、ちゃんとそこに神様もお迎えして、うん、それをちゃんと、うん、お祭りしてるから守ってくださってるし、うん、していただいてね、うん、はい、うちもやっぱり神棚つけたんですよ。あ、本当ですか。でちゃんと下ろしていただいてって、うんうんうん、やってからねやっぱり何か特別なことしてるわけじゃなくて、うんうん、1日1回ねご挨拶してとかっていうぐらいしかやってないのに、うんうん、なんかやっぱりねうまくこうなんていうんだろう、うん、ことが回っていくっていうか、うん、わかります。だからやっぱり家にこう神社をねある意味作るっていうのと一緒だから、うんうん、あ、これってすごいラッキーなことなんだと思って。そうですね、今までね、うん、めんどくさいやと思って、ね、うんうんうん、やらなかったりとかしてたんですけど、うん、迎えたらあ、なるほどね、うん、と思って。私もなんか神様に、うん、お願い事ってしちゃいけないと思ってたんですけど、うん、JJ さんはしていいって言うから、うんうん、お願いすることにして、うん、最初こう具体的にしてたんですけど、うん、もううまいこともありますようにまあいろいろ人とか物とかいろいろもありますようにっていう。でもそれもうでもそれでいいと思います。で私なんかももうなんか特別何かをやってほしいとかがなければ、うんうん、もう今日一日、うん、無事過ごせますようにとかって、うん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 、もうそんな感じのお願いで、そうですね、うん、で終わった後夜ねちょっとまあ例えば、皆さんからいただいた、うん、ものを神様に一回お上げして、うん、で今日もありがとうございましたって言って。ああ、そっか、終わった後もするといいんですね、うん、1日。ああ、私それしてなかった。それこそだから、うん、お店なんかでもやったと売り上げ、うん、はい、あっという間でございました。そう、ああいう、まあ、売り上げとかそういうのも神様のお力があるので、はい、一回お供えじゃないけど、うん、ありがとうございますってあげて、うんうんうん、でその上で例えば使うっていう形にした方がいいよって言われたんで、うん、もう食べ物でも使うものでも。そうです、そうです、うん、わかりました、はい、すいません、なんか思ったより時間があっという間に早くて、はい、時計早巻きしてない
今日なんかちょっと早すぎちゃったんだけど、また美香さん呼んじゃおう。よろしくお願いします。もうね、実際ね、アトリエに遊びに行っていただくと、もういろんな、今回ね、お店のいろんな、飾ってあるというかね、売ってあるものとかをちょっとご紹介できなかったので、はい、今度ぜひそういう写真も続くバチバチと撮って、はい、第2回目を期待しております、はい、よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。皆さんまた来週、ありがとうございます。